ちょっとあれ危ないじゃない。もちろん分かってます。ドクターが自分の血液を患者に提供するなんて非常識にも程がありますよ。それを強要したのは相良先生でしょ。強要だなんて。患者さんを助けたいという熱い思いから森山先生自ら献血を申し出られたんです。そうですよね。俺が献血病でした。残念だにゃーって言ったんだよ。今ちょっと探すからしょ。あ、すいません、ありがとうございます。じゃ失礼します。おじいちゃん、お世話になります。どこ見てるか。それ覚えてるんだ。もうやけど浜田山になってきたよ。うん。